とうとう見つかったのですね。あ、どこへ行かれます？まあ、まずはお座りください。それは遠回しにデブと言っているのですね。そうなんですか。でもさっき二階堂さんがかなりの確信を得ていると言われたもので、すると二階堂さんの方が捜査は進展しているということですね。はい、ぜひ結果を出していただきたく思います。お聞かせ願いますか。二階堂さんには無論言いません。どうぞ。二階堂さんと正反対のことをおっしゃる。物取りでないとすると一体何なんでしょうか。やけに自信を持って言われますね。勘にそこまで。そういうものですか。どなたから聞きました？情報源はうちの女生徒ですかな。以前旅行のお話をしましたよね。校長という職業は結構フリーな仕事だと思われがちですが、意外に雑務に追われるのですよ。ですからここ1週間ばかりまとまった休暇を自主的に取りました。さあどうでしょう。お金の勘定はあまり好きではありませんから。私が職場に復帰するのは早くても3日後です。その時までには絵画が見つかっていることでしょう。という日程になりますね。いずれにせよ協力は惜しみません。必要経費は請求してください。期待していますよ天城さん。いずれにせよ協力は惜しみません。期待して。本当によろしくお願いします。頼りにしています。それで十分ですよ。ああ、そうだ天城さん、私は今晩仕事関係の会合がありまして、それに出席しなくてはなりません。ですからもうすぐ出かけますので、何かご用があれば明日ということに。ご苦労様でした。小次郎さん、私ですよ。ま、そんなところです。いろいろと情報を仕入れましたがね。いえ、まず闇ブローカーどもの間には出回っていません。例のブーツは確かに美術品ではありますがね。
ありゃ二足三文のクズですね。その通りです。ええ、通常の盗難よりは怨恨の筋を攻めるべきですね。出過ぎた真似でしたかね。はい、ええ、分かってますよ。誰だ。宗教、新聞、その他の勧誘は間に合ってる。小次郎か。今日中にやってしまわなければならないことがあるんでね。椅子に頬ずりして何やってんだ。相変わらずわからない男だ。何腰をうごめかしている。気持ち悪い男だ。発情したのなら外へ行け。電柱に向かってするんだな。変なことをしたらただじゃおかないぞ。一人なのは単に就業時間を過ぎたからだ。いつもみんなちゃんと仕事している。就業時間内に仕事が終わらなかったからだ。時間内に終わらない量だったからだ。必然的にそうなっただけだ。お互い様だ。したいしたくないの問題じゃない。何の話だ。一応これでも所長だからな。署員のみんなを養わなくてはならないのさ。嫁に行く気などさらさらない。一人の方が気楽でいいさ。今日は古い友人と久々に会う予定でね。もう少しで霧をつけるさ。幸か不幸か女だ。何の話だ。バカ野郎。真面目ってわけじゃない。これは所長としての義務なんだな。何をだ。ここがどうしたんだ。どうしたんだ。おかしな男だ。今日中にやることが意外に多いんでね。別にパパの写真は少ないんでね。あの時は本当に
それがどうした？別に。今度触ったらパンチじゃ済まないからな。お断りだ。人の太ももをいやらしい目で見ながら妙な論評をするな。こっちからも一つ聞こうか。真顔で変なこと言うな。商売敵にこんなことを聞くのはなんだがな、捜査の方だ。今日を含めて3日、進展はしているか？やけに余裕だな。謙遜か。らしくないな。怪しいもんだ。小次郎、お前は無心論者だろ。まあいいさ。小次郎といると不思議と気楽になってくる自分が時々怖くなる。私も物取りの線ではないような気がしてきている。いや、メインで動いているのは二階堂君だからな。ああ、自分の理論に陶酔して現実を見失いがちだ。小次郎、お前は柔軟すぎるんだ。汚らしいものは見せなくていい。お前の操作や考え方には他の署員がついていけない。探偵のマニュアルにないんだ。ああ、そうだ。小次郎のように才能で操作できる人の方が少ないのさ、圧倒的にね。いや、才能ではなく本能だ。似たようなものだろ。その考え方が柔軟すぎると言っているんだ。そんなんで仕事ができるのは小次郎と、あと私のパパくらいなものさ。私のパパだ。ここの元所長だ。やめろよ今さら。同情なんて言葉もお前の辞書には載っていないんじゃないか。その目だ。変わらないな。小次郎、お前は変わらないと言ったんだ。小次郎は時々背筋が寒くなるような目をする。今さっきの小次郎がそうさ。ここにいる私を通り過ぎさらに遠くを見つめて、ひょっとこみたいな顔するな。小次郎、私にはわかる。小次郎、お前の心はここにはない。いつもそうさ。分かっているんだ。パパも時々お前のような目をしていた。バカ、冷たい目、遠くを見つめるあの目さ。パパが死んだの知っているだろう。何言って、知らなかったのか？そうか。数日前、拘置所が火災でね、焼け死んだって。泣く暇もないくらい忙しいんでね。一段落ついたら葬式を出して、少し泣くつもりだよ。だが、まだ泣けない。泣いてる暇などないんだ。ショックみたいだな。
そんなお前に私が嫉妬していたの知っていたか。私が小次郎にパパをめぐってだ。自分でもそう思う。引っかかる言い方だな。そうさ、私はパパを愛していた。パパと親密な小次郎を妬ましく思ったこともある。だけどその妬みの感情は自然と変わっていった。そうか。だったらなぜ？理由を聞くのは愚問だろうな。小次郎は法と秩序を乱す輩を逮捕した。それだけだ。すまないが、帰ってもらえるか。仕事をしたい。すまないな。すまなかったな。あまり相手もできないで。小次郎、お前には負けないつもりだ。やめてください。やめてください。一体何をするんです？それは。
やめてください。乱暴はやめてください。します。助けてください。
してくれるんですか？やっぱり許してもらえないんじゃ。お金目当て？お金、今は持ち合わせなくて。本当に？嘘だ！安心したところを。じゃあ乱暴するつもりじゃ。まさか体目当て？ごめんなさい、助けてください。本当に嘘だ。安心したところガバって。じゃあ何もしない？本当に何もしない？何？じゃあ本当に助かったの？ああ、黙ってる。やっぱり本当に？小次郎？頭がちょっと痛い。頭が痛いよ。頭痛がする。